ご紹介するのは所有モデル元グラビアアイドルの新川優愛さんです3サイズは825983の B カップです幼い頃からテレビが好きで自分も出演したいと思い続けていた新川さん小学校6年の時父親に「芸能界会に入りたい」と話したところ「いいんじゃない?」 の一言であっさりと承諾してもらったとのこと、その後、事務所に所属し、芸能界デビューしました。2008年、テレビ朝日系ドラマ、長男の結婚でドラマ初出演。2010年、映画、瞬き、で映画初出演。と女優としてのキャリアを順調に歩み始めます。ブレイクのきっかけは、 同じく2010年にミスマガジンのグランプリに輝いたことでした余談ですがミスマガジン2010のファイナリストの同期には現在宣言よし子として活動する清水文太さんがいます2011年ミスセブンティーンに選ばれセブンティーン専属モデルとなります女優としてのキャリアも順調に進み 2012年以降は数々のテレビドラマに出演します2015年にセブンティーン専属モデルを卒業しノンノ専属モデルとなりますが2021年にこれも卒業していますそんな新川さんですがプライベートでは仕事で知り合ったロケバスの運転手を務める一般男性と交際2019年に結婚当時ロケバスコンと話題となりました2022年には 第一子を妊娠していることを公表しました。出産後のママタレントや女優としての活動が待たれますね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではアイドル、モデルなどを紹介しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。